みんな揃ったね。また新しい発見があったらしい。新たな点、また新しいスポット、ベラストの奥深くに大きな山があってね。へえ。空、雲よりも高い大地に森があるみたいなんだ。すごいな。少し不思議な場所。なんかすげえ、これラストダンジョンみたいな感じじゃないの、こういうの。わかんねえ。でもなんかこんなあっさりラスダンが見つかるとも思えないからよくわかんねえけど、でも新たなエリアに行けるようになったっぽいですね。なんかどんどんなんか新しいエリア開放されていくな。よろしくね。ここもちょっと泥火山もうちょっと行きたかったけど、いいか、まずはこの時式の森行くか。樹海では対戦よろしくお願いいたします。真ん中でトールの後は、トールって誰だ、師匠がトールだっけ。あー、なんか幻想的な雰囲気。伝説のポケモンっていないのかな、今んとこ見てないっすよね。なんかイルミナポケモンもみんな一般ポケモンだから今んところ。オーロット、ああなるほどね。ね、深い、全然見えねえ。お、ダーテングがいる。あ、そうなの、慎重に行こう。まあ、そんななんか不安定なところに子供一人送りつけるってやばいけどね、やっぱこいつ。最高感ありますね。オーロットしか取ってねえ、ちょっと待って、新しいポケモン。お、ニャスパーいいな。ニャスパーちょっと近くで撮りたいな。ニャスパーなんか可愛いから結構写真映え。あ、いるじゃんニャスパー。こいつの真ん、こいつの評価マジで当てになんねえからな。真ん中だったらとりあえずはしゃげみたいなとこあるから。あ、ちょちょ、何これ、何の力。でもニャスパーっぽくないか。ニャスパーさっき青く光ってたし、あいつのこうパワーじゃない。なんかあいつのなんか集中を乱せばこの岩が落ちそう。わかんねえ。集中を乱すってのはリンゴでリンゴ食わせるとかぶつけるとかそういう感じかな。でもやっぱリンゴって攻撃アイテムとして使えるっぽいんですよやっぱり。まあ、何も見えない。なに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 。急になんか雰囲気変わりすぎじゃね。おいおいおい、あ、シェーミーかと思った。敷地かじゃん、敷地家じゃん。シェーミかと思ったわ一瞬。ヤンチャム竹があるからか。おい、こっち、こっち向け、こっち、ほら。全然なんか写真の、お、ヤンチャムヘッドショット狙えるじゃんこれ。お、ヤンチャムいいねこれ、ほら、いいんじゃない。これはジジイロン、全然ジジイロンいると思って。ジジイロンってあんな飛び方すんの、怖いんだけど。何あいつ、怖っ。お、ヤンチャムが下から、あ、敷地家ちゃん夏の姿。おお、ダネフッシャおるやん。こっち、こっちこっち、こっち来い。おお、元気元気。こいつと人懐っこいっぽいな、かわいい、不思議だね。あれ何、ケンホロも普通の鳥じゃんこいつ。ちょっとでかい普通の鳥じゃねえかお前。お、なんだ、ん、なんだ、ケンホロの巣、大事そうに巣を守ってる。何してんの、不思議だね、わかんねえ。またまして、これまたあれかな、今度は冬になったりすんのかな、そういうステージなのか。さっき夏だったのが急に冬になるみたいな、ありそうじゃない。違うな、戻った、クリスタフラワーがあるな。おい、お、オーロット、これちょっといいかもね。ほらほら、やっぱリンゴ攻撃アイテムだわ。お、芽吹き地か。あ、ここ春なんだ一応。上の方とかいないのかな、なんかオーロットしかいねえ。なんか可愛い声が聞こえるんだけど、誰だ、寝てやがるこいつ。起きろ起きろ。真正面、あ、ニャスパーちゃん、ポケダンのニャスパーはなんかすげえ有能だった気がするな。天才ポケモンだった。落とせるのかな、もしかしてリンゴぶつけたら。落ちろ落ちろ落ちろ、ダメだ、あ、浮いてった。
あれなんかちょっとレアな、レアなやるかもしんないね。わかんないけど。芽吹き時間じゃこっち向いてくんないか。お前なんかすげえリンゴ食いそうな見た目してるけど、ダメだ。逃げてっちった。あそこにもニャス、お、ダーティングが似てるな。起こした、起こしてやったわ。やべ、枚数がない。お、このニャスパーいいっすね。浮いてるところ、あと9枚しかないか。このステージなんか長い？そんなことない。でもなんかあそこの季節が来るたびに変わるとか、なんかそういうなんかありそうだけどな、さっきのこの雰囲気的に。なんか読み込む時間みたいになったし、この真っ白で。おそ、これこれこれ。お、キテルギュマ。キテルギュマなんかやばいらしいかな。人殺すらしいから、こいつ。やばいポケモンらしいですよ。ああ、ジジイロンか。やべ、枚数があんまねえんだよな。ヤンちゃんもリンゴ食わないのかな。逃げてったわ。やべ、もう全然枚数がない。枚数がないと言いつつバンバン取っちゃってる。でもさすがにそろそろゴールじゃねえの。このステージ一体何なんだ、わかんねえ。なんだこれ、これ隠れ音じゃんと。あれか、後ろにすげえ隠れ音ちゃんとこの擬態みたいのしてんじゃん。すごい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 。あ、不思議だねじゃん。不思議だね、なんか人懐っこいっぽいからな。あれ、この不思議だね、なんか陰キャっぽい。あれは毒々とか宿り木とかで嫌がらせする不思議だね、不思議だねだろうな。不思議花が進化したらそういう不思議花になる。お、また古代遺跡。古代遺跡全部見つけると古代遺跡に行けるようになるとか、そういうのがあるのかね。やっぱあと1枚しかね。あ、でもゴールも近いか。お、よかった、なんとか。あれ、ハスブレロもしかして。ハスボか、取れなくなっちゃった。博士が教えてくれない、もうなくなったんだけど。俺もなくなったんだけど、もう取れねえぞ博士なあ。取りすぎちったわ。リンゴよりあっちのオーブの方が遠投できますね、なんとなく。ここちょっと幻想的だけど結構難しそうだな。すげえ長かった気がする、道が。一応古代遺跡とか発見したし、新しい発見はあったよな。星2までか、オーロット。なんかでも、1個でかいのが。あ、これとか、あ、これいいんじゃないかな。他は？結構あるぞ、いろいろ。でもあれか、星2だったらちょっと微妙なのしかないか。あ、これとかだったら悪くないかもね。ニャスパは飛んでると、あ、でも星1しかないんだ。飛んでるとことかポイント高いんじゃないかなと思ったけど。ちっちゃいのしかないな。あ、これとかいいか、雰囲気は。敷地化はなんかあれだよね、真正面からあんま取れなかったよね。ヤンチャムは星3があるね。あ、これいいじゃん。ちょっと怒っているヤンチャム。ダーティング似てる。あ、星3ってのがあるな。星3にしとくか。ジジイロもなんかあんまいいの取れなかったね。敷地種は結構いいと思うけど、あ、これ2なんだ。なんでだろう。この、笑って走ってくるところめっちゃいいんだよな。星3があるけど。これ取りたい。これで行くわ。星3もう今後取れないことはないだろう。いつかきっとチャンスはある。隠れ運はこれいいっすよね。こっちの方がいいかな。ネブジキジカは全然でしたね。キテルグマは。あ、星2があるんだ。まあ、どれも微妙だし、星2にしとくか。あれ。なんかおかしなことになった。これか。クリスタフラワーでもともとこれ外しとこ。これでいいや。選んでない。あ、クリスタフラワーでしょ。いいよ。不思議種とかでポイント結構いきそうだけどね。オーロットちゃんもこれでかいし、一応なんかポーズも悪くないから。どうだ。よーし、4000点。いいっすね。ニャスパーこれどうだろうな。雰囲気はすごいいいけど。あ、大きさ結構高い。あー、だから4000は届かずか。
ハスボはダメだろうな。全然ちゃんと映ってないもん。まあ3000点止まりですね。敷地化もちょっと後ろ向きだし、大きさもしょぼいからな。あ、でも大きさ1000点はいくんだ。ヤンチャムはこれ結構いくんじゃない？でかいしな。星さん、大きさ1998。いいっすね、4500点。素晴らしい。ダーティングは大きさはあるけど、ちょっとな、向きが。ね。ああ、でもまあ、そんな悪くない点数だったか。ジジロよくわかんなかったな、これ。ほいほいほい。3000点、まあ、だと。不思議だね、俺、これ結構いいと思うけどな。星3を捨ててこっちに来たんだから。おお、来た、2000点。いいっすね、4000点超え。いいよ。剣フォローはどうなんだろうね。巣に入ってるとこだけど。ああ、4000点いったか。一応隠れんはこれいいんじゃないかな。大きさ高いな。おーし、だいぶ点数伸びましたね今回。芽吹き時間はダメですねこれ。全然遠いし。あ、でも大きさ結構高いぞ。あ、いえ、4000点乗るのこれで。マジでなんで。あれか、周りが白かっただけで、それを除けばまあまあ良かったのかな。いや、点数だいぶ良かったな今回。またこれあれか、レベル上がるやつか。分かったわ。しばらくなんかまた裏でやってこいパターンになりそうだな。でもあれか、遺跡見つけたからところでってまた言ってくれるかもしんねえ。どうだ。ほいほいほい。お、ところで来た。なんか遺跡を発見するのがフラグなのかな、わかんねえ。トールすごいアドバイスしてくるじゃん。なるべく大きく。わかりました。いや、あのエリアちょっと今後も期待できるな。火山もだけど、またすごい反応があった。すごい反応起きすぎじゃない、急に。樹海の奥に、ほう、イルミナポケモンに間違いないよ。来たか。こいつ人使い荒すぎね。夜なんですけど、まあ、行ってくるか。時間的にな、微妙だな。次回に回してもいいな。次回に回そうかな。次回に回して、今日は、このドロー火山のさ、レベル2ってのがちょっと気になってんだ。すまん、ちょっとやらせてくれ、俺。レベル2生きてんだ。これ行って、次回、イルミナポケモンと会いに行きますか。もう13分とかだからな。似てる。新しい発見がある。へえ、シータリスとかなんか音楽に反応してくれそうだけど、そんなこともないの。ああれ正面か。あ、コリンクがいる。コリンク取ってないよな、まだ。どこ行った？あ、いた。あー、微妙だな。今日って恐竜ポケモンいっぱい取りてえわ。この下にまたガチゴラスですよ。さ、ガチゴラス対ガブリアスとかなんかないのかな。あ、お、儲かせる。うわー、取れなかった。今の取りたかったな。警戒すぎるぞあいつ。なんかすげえ石をしてこなかったり、ゴロンだったりすんのかな。そうかもね。お、なんかやってる。お、なんかやってる。なんだあれ、格闘の練習かな。あ、楽しげなハミングが聞こえてくる。なんだろうね。中になんかいるってことなのかな。リンゴとか放り投げたらなんか、あ、人影がいる。人影も取ってるからな、結構。しかもいいやつが。お、もうかずる。ちょっと動きが早すぎて追えねえわ。何してんのこいつ。自分の脇の匂い嗅いでなかったか。臭そう、すごい。こいつの脇の匂い結構えげつない匂いしそうですね。おはは、クソ鳥がいた。あー、ファイヤーはちょっと飛んでる瞬間取りたかったな。クソ鳥ちょっと取りたかったわ。ここ暗いんだよね、なんか。
やっぱレベル変わるだけでだいぶ、おお、ガチゴロスが寝てる。ちょ、起こしてえな、起きろ。全く意に介してない。お、いいんじゃない。大きさは100点満点だろ。あそこに寝てんのか。起こしてえな、あれどうして。なんとかして起こしたいな。ダメだ、届かねえ、リンゴが。何あれ、何あれ、すごい気になるんだけど。あっち行けないの。あ、行けるか。なんかあれ、あんな青いのあったっけ、前来た時。気づかなかっただけ、わからん。なんかあっちに行く分岐ルートみたいなのがあんのかな。ん、お、人影じゃん。リンゴ食わないかな。リンゴ燃えちゃった。おお、何これ、これか、これか、不思議な反応って。何これ。でもあのサーチマーク出ないけど、これ何してんの人影。進化してる瞬間とかないのかな。あ、これか、不思議な反応。かわいい人影。良すぎる。おお、コータセ、これなんだろうね。リンゴ食ってんのかこれ。なんなの、わからん。なんかサーチなんちゃら出そうだけど出ないですね、サーチ。コータス寝てんのか、起き寝てんのか起きてんのかわかんねえ、こいつ。お、イルミナオーブが。おほほ。あれ、この状態で撮ったらめっちゃいいじゃん。なるほどね、こういうことか。マグマック、へえ、すげえすげえすげえ。この火山やっぱ今のところ一番好きかも。うわ、でもちょっとこの光を利用した写真があんま撮れなかったな。お、古代遺跡だ。古代遺跡行けないのかな、まあ、全部探したらいけるとかそういう感じになりそうだけど。おお、爆風、ポケマスでマジで弱かった爆風、今は強いです。まあまあライバルが多すぎるけど。爆風ってリンゴとか食いそうじゃない雰囲気。なんだあれ。お、炎出してた、待って、炎出してるとこ取りたかったね。あー、取れなかった、ただのイタチじゃねえかあいつ。いや、やっぱマグマ今んとこ一番いい、本当に。また来てえな。ここにはグラグラ火山という名前をつけます。てかマイクラでグラグラ火山作りてえな。お、なんか来たな。あ、あ、古代遺跡か、また。やべ、こっち行けたりしないの。こっち行きたいんですけど。お、これいいんじゃない、このプテラ。大きさ的にゴール間際にいいものが取れたな。いや、この火山ちょっとレベルも上げたいというモチベーションも上がりました。なんか光ってたな、古代遺跡の横のところの柱が。さあどうだろうか。チュータリスはあれか、新しいの取れなかったんだ。あ、2とかなかったんだねっていうところに投げたからいいかなと思ったけど、一番のが結構良かったからな。コリンク、プテラは、あ、4が取れた。あ、これ4なんだ。あ、これ、この4いいんじゃない、ポイントも期待できそう。すごい。モーカザルは2が取れたか。あ、でもこれいいね。人影はなんか可愛いの取れたな。あ、3が取れてる。あ、このなんかさ、なんか叫んでるところ。あ、人影でもこの光ってるところで3取りたかったな。これかな。アーケオスも3が取れたな。脇の匂い嗅いでるところにするか。クソ取りはなんか全然取れなかった。ゴローンは結構近くで取れたけど、あ、星2が。あー、やっぱ1か、これ。どっちにしとくか。
コータスちゃんは爆風はなんか炎を出してるとこ取りたかったけどな。これにしてみるか。あ、古代遺跡ってあれか、一応保存できるんだ。へえ、このクリスタフラワーいいっすね。古代遺跡じゃ取った方がいいのか、今後も。一応分類があるっぽいからな。これ結構いきそうだけど、元のやつはこういうのやっぱこうそうだよね。コリンク結構雰囲気はいいけどちっちゃすぎるからな。ですよね。プテラはこれ結構いくんじゃないかな。4000いくだろ。やっぱ強いわ。星4の4000はいいんじゃない。プテラいいな、今のところ。儲かざるもこれでかいし、結構期待できるのでは。あーでも4000いかずか、惜しいな。人影これ可愛いけど、元のやつの方が雰囲気はいいな。あーでも4000いったか。じゃあこっちにするか。星3の4000はなかなか。アーキオセ、お、アーキオセ4700。こんなんでその伸びんの、マジか。もともと高かったのにさらに上に行ってしまったな。あれは全然ダメだろうな。ガチゴラスわかんねえ。ああ、まあまあ、高い。ゴローン、これどうなの ?3000 点か。コータスはこれ結構いくかな、どうだろう。ああ、でも全然か。バックフェンはちょっと遠かったね。ポーズとかは良かったけど。ああ、惜しいな。もうちょっとだった。マグマックはダメか。リサルはこっちの方が全然雰囲気いいっすよね。で、古代遺跡もちょっと、これ古代遺跡って分かるの、この写真を見て。レベル3は遠そうだな。まあ、次回はまだ新しいエリア行きますか。もっと新発見があればさらなる境地へ至れるかもしれないね。だから言い回しがかっこいいな。青い溶岩、へえ。え、またなんか発見？なんだ。古代遺跡取ったからなんか、これやっぱ古代遺跡がフラグなのかな。前のとこ行ってないのに新しい発見があったって言われてるぞ、なんか。やっぱ古代遺跡を取ったからですかね。なんだ、あ、やっぱそうだ、あんなとこに遺跡があるなんて。そして壁にあった、あ、これ？これ気になるよね。あの奥からイルミナポケモンの反応があったんだ。マジか。遠くの火山までつながってる。グラードンじゃん。グラードンですね、火山ポケモン。まあ、ちょっと待って、これやることが一気に増えたぞ。とりあえず次回はまず順番的に火山じゃなくて、このベラストの時式の森の奥、イルミナスポットですね。これ全部イルミナスポットってあんのかな。ミッキージャングルとか見つけてないけど、ここはあるじゃん。やっぱ全部のとこにあんのかね。俺が見つけてないだけで。ほな、この奥はあったじゃん。だよね。まあいいか、とりあえず次回は火山じゃなくて時式の森のイルミナスポット行きますか。ということでここで終わります。お疲れ様でした。